ラケットインプレッションです。今日はロードスポーツさんの方にお邪魔しております。ご協力いただきますのが、はい、お願いします。ロードスポーツの近藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ダンロップの上条です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はロードスポーツさんの方にお邪魔しておりますので、ちょっと施設の説明の方お願いします。はい、ここはですね、天井高13メートルのインドアテニスコートになっておりまして、かなり天候、夏場、冬場、その天候に合わせて冷房暖房効いております。レッスンの他にですね、月例大会と試合をやっております。皆様にご好評いただいております。で、隣はフットサルコート、ちょっとこのそこの隣の敷地のところにですね、ダンス教室なんかも合わせておりまして、総合スポーツ施設として、頑張っております。よろしくお願いします。という形で、今日はフェロスポーツさんの方から、ラケットインプレッションをお送りしたいと思います。ということで、ラケットの説明の方をいただいてよろしいでしょうか。はい、すでに近藤コーチに持っていただいてますが、今回は、スリクソンレボ CS シリーズというものを発表させていただきたいと思います。レボシリーズなんですね。はい、この仲間で。そうですね、X シリーズ、V シリーズ、あと CZ シリーズに次ぐ、どちらかというとハイパワーで軽量のラケットになっております。ニューマジック、そう、ニューハイパー、ニューマジックですか。そうですね、ニューマジックっていうところがすごい気になりますよね、これね。はい、じゃあ次のページ、次のページ、じゃあはい、どんどん新たな進化を遂げた魔法のラケット、魔法がかかっております。今回のラケット魔法が使えるってことですか。はい、魔法が使えたらいいななんて思ったことはありますか。そうですね、ありますね。どんな魔法、そんな魔法ですが、これは天使に絡んだ方がいいですよね。いや、空飛んでもいいと思います。まあ、天使っていうところでも話せば、もうね、どんなボールも返せるなんて言ったら、やっぱり魔法のラケットって言いますよね。そうですね、この時どうでしょうか。そうですね、全てのボールが相手コートに、はい、はい、そんな感じですかね。そうですね、今お二人100点満点の答えいただきましたけれども、これ、魔法のラケットっていうのはですね、愛用していただいている、女性の方が中心にニックネームをつけていただきまして、どうしても試合に勝ちたい、何としてでもボールを返球したいという思いのあるプレイヤーから愛称をつけていただいたもので、今言っていただいた通り、足を動かさなくても面のどこに当てても返るというような魔法が今回使っているラケットになります。魔法連呼してますよね。早速今度コーチが魔法を使うせーのみたいなみたいなっていうか、こんな感じですか。はいはいはい、じゃあ本題へ戻りましょう。はい、そうですね、はい、まず、持っていただいている CS の 10.0 というモデルから、今回プレイ取らせていただきますけれども、かなりリピーターが多いラケットで、今回で、一番最初出たのがですね、2002年からになります。そんな古いんでしたっけ。はい、今回で9代目になります。まだダイヤクラスターよ、さらに前、スペースフィールって書いてある、はい、スペースフィールプライム OS というところからスタートをしていって、あまりですね、変えすぎても良くない、やっぱり長く愛用していただくっていうことは、愛用者のことも考えて、切り替えやすく、かつ機能がアップすることっていうのを、動きを置いて開発をしております。で、この 10.0 のじゃあ主な特徴ですね、今回実はこれだけインプレやらせていただいてて、このシリーズ初めてやらせていただいて、意外とやってなかったんですということなので、おさらいからですね、させていただきたいと思います。なんといっても今回 10.0 はこの広いフェース面積115インチというところで、その中で不思議なブリッジが入っております。これが 10.0 の特徴になるんですが、デュアルブリッジシステムというものです。二重になってる、ね、2つってことですね。はい、そうですね、これをにすることによって、ちょっとカメラ寄っていただいてよろしいですか。このブリッジの真ん中に黒いラバーがですね、これですか、ね、入っております。はい、これ振動止めと同じような、ラバーがついておりまして、通常の外付けの振動止めは、打球を打っていく際に振動で少し動いてしまったりということがどうしても出てしまう。ただこの、デュアルブリッジシステムの、要はフレームと一体化されているパーツについているということで、まずこの振動止めが動かない、
ここに非常に大きなメリットがあります。これをすることで、不快な振動を軽減させる。さらにその下にも、通常、これは付属されている振動止めつけますけれども、よりマイルドな打球感が実現できるということになります。あと、もう一つこれが非常に大きいところなんですけれども、昔ダンロップで熱ラケというものがあったかと思うんですけれども、それがこのヒートコンバートシステム、ヒートコンバート設計と書いておりますが、これどういうことかというと、カーボンを成形する際にそのカーボンシートを、固めていく樹脂ですね、特殊な樹脂を入れることによって振動を、熱エネルギーに変換をします。そうすることで不快な振動をかなり抑えることができるということなんですね。で、これ使いすぎても打球感が損なわれたりということもあるので、パーツごとに、この樹脂で固めたカーボンを入れるところ入れないところを細かく設計してやっています。これがいろんなラケットに使われているのがスリクソンの大きな特徴。あとは最後ですね、 HR ダンパーとありますが、グリップエンド見ていただきますと、他のラケットと違ってちょっとクリアの透明な素材になっております。はい、そうですね、よく見ていただかないとわからないかと思いますけれども、ちゃんとスムースに向けてます。はい、ありがとうございます。この中の、構造でですね、振動を抑えるという形で、どこを取っても不快な振動を抑える機能を、盛りだくさん、備えているのがこの 10.0 というラケットになっています。今回のセッティングもちょっと面白いセッティングで、はい、ちょっとフレームの色目に合わせてですね、今回はエクセルのフレンチオープンというものを使っております。通常のエクセルの、黒いコーティングをしたバージョンになっております。ゲージは 1.30、 テンションが40ポンドで貼っております。40ポンド、はい、ということで、じゃあ魔法にかかりに行ってみましょうか。はい、はいはい、よろしくお願いします。やっぱり縦方向に振るよりもまっすぐと上から下方向に振る回転量がまあ綺麗に当たっていただいて、まあボールの飛びとホールドがやっぱりすごくいいです。はい、は少し外したところで捉えた時の打球感とか飛びっていかがですか。はい、全く問題ないと思います。要はその外れた時の感覚あまりない、あまりないと思います。要は下でも上でもあまりないので、なんか外れたなってという感じは全くないですね。はい、実はですね、こういう大きいネタラケにありがちな、よくありがちなのが面先方向に対して、ガットのピッチが広がっていて、下の方に行くにつれて少し内側にこう寄っていくようなラケット最近も多いかと思うんですけれども、スリクソンのラケットはあくまでも下に向かってもまっすぐストリングパターンを取っております。メインのところは全部まっすぐなんですね。はい、そうですね、これはすごく意識して設計をしていることで、どうしてもこのラケットを使うユーザーさんというのは常に楽してプレーをされたいという方が多いので、足を動かさなくても例えば体の正面で捉えるボールなんかっていうのがどちらかというと面の真ん中よりも下で捉えることも多くなるかと思うんですけども、このラケットは下に行ってもですね、ガットのピッチが狭くならないので打球感も柔らかく、かつパワーが落ちない、打ちにくいというのが特徴になっています。なので今言っていただいた感想の、これは設計値通りのご意見をいただきました。ありがとうございます。やっぱりスライス系は伸びがありますね。要はたわんでしっかり押さえて持ってってくれるので、いやかなり気持ちがいいです。スライス、自分も実際に自分の試合の時にもスライスがかなり多いですけど、まあ浮かないですね。とにかく抑えられるボールがいっぱい出てきて、ネットギリギリでもスライスが抑えられるので、まあそれと打感が非常に気持ちいいです。当たった感触がよく飛ぶ、よく当たる。まあ、もうゆっくりこのペースで打ってて、こうラリーで我慢比べしててミスらないっていうちょっとこう感覚がしますね。ありがとうございます。本当ちょっとこう遠いな低いなっていう時ちょっとやっぱり外れたなっていう感触はあるんですけど、はい、ちゃんとこう返ってくれるっていう部分に関して本当に安心感というか、はい、ちょっとラケットさんお願いねっていうのをちゃんとこう答えてくれるので、本当にこうあちゃんとこう返してくれるんだな、ラケットが返してくれてるなっていうのを恩恵がすごい体感できると思います。でも打感がこう
としてこう当たってる感じがしないわけではないんですよ。ちゃんとこう打ってるっていう感触が手には残りつつちゃんと飛んでくれてるので、はい、なんかこうどこに当たってるかわからなくてただ返ってるではない。ちゃんと打ち応えもありつつちゃんと返ってくれるっていうのは、まあ、このオーバーサイズの中ではとてもこう、はい、まあ、メリットというか打った感じを体感しつつ、だからコントロールもある意味しやすいんだと思うんですね。右左スライスで押す、ちょっとこうフラット系でパンチを加えるっていうので、打った時のこう、まあ、打球感の情報量もちゃんとあるっていうところはいいですね。もともとのラケットのパワーと今回の40ポンドのグランとだいぶこれなんか柔らかめに張ってるかと思うんですけれども そ,、ね、そこら辺のもう飛びすぎちゃうとか、はい、そこら辺のコントロール、あの最初数字だけ聞くと40ポンドっていうすごい緩い印象ではあるんですけど、こう逆に40ポンドだからなのかなって思うのは、本当にこう乗ってる感じっていうのはすごい分かるので、このラケットのこうフェースの大きさ、まあ、フレームのこのパワーっていう面で40ポンドって考えるとすごい緩いと思いますけど、ちょっと試してもらえるとこう乗ってる時間が長い分押すっていう、乗っけて運ぶっていう感じですかね、が非常にこう分かりやすくて、これすごい良かったです。